こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。緊急事態要請が出ている関西の3府県、今できること、動画のスキルを高めませんかというところで提案しております。撮影、カメラとか機材は先ほどの動画で紹介させていただきましたけど、今度は何するかというと場所です。撮影する場所、基本私はこの構図でほとんど撮っておりますが、唯一変えるとしたらこれまた反対側に持ってきて、今度はこっち側を、今映ってないこっち側を背景にして撮影したりとかっていうのをしております。つまり撮影する場所いつもここだよっていうことを決めるっていうことが迷いなく動画撮影ができますんで、自分のテンポとか、そういったところの場所一箇所決めてやってみてください。はい、レッツ動画。